近年、日本各地で大きな地震が起こっています。令和6年1月1日16時過ぎに石川県の能登半島地下16キロメートルで内陸型地震が発生しました。高槻市内でも今後40年以内に 90% 程度の確率で発生すると言われている南海トラフ地震や、最大震度7が想定されている有馬高槻断層帯地震などが甚大な被害をもたらすと指摘されています。今回のクローズアップナウでは、いつ発生するかわからない地震に備え、住まいの耐震化の必要性についてご紹介します。釘村さん、現在の住宅の耐震基準というのはいつ頃導入されたのですか？はい、いわゆる新耐震基準と呼ばれる基準は昭和56年に改正され導入されました。新耐震基準の考え方は、震度5強程度の地震に対してほとんど損傷せず、また震度6強から7の大きな地震に対しても人命に危害を及ぼすような倒壊等の被害を生じさせないことが目標にしています。能登半島地震はマグニチュード 7.6、 最大震度7を観測したそうですが、新耐震基準では家屋の倒壊が生じない震度だったのではないですか？そうですね、倒壊した建物の多くは昭和56年以前に建てられたであろう古い木造2階建ての瓦葺きの住宅でした。地震から命を守るためには住宅が壊れないことが重要ですよね。はい、地震による死因の多くは家屋の倒壊等による圧迫死で、その後の復旧段階でも住宅があるかどうかは生活に大きく影響します。やはり住宅の耐震化をしっかりしておくことが大切です。ではどうして新耐震基準以前の家屋が倒壊しやすいのか教えていただけますか？はい、ではこちらの2階建て木造住宅の模型で説明します。はい、中島さん、それでは地震があったと想定してこの模型を揺らしてみてください。はい、こうですか？しなったようにはなりますが、建物は倒れませんね。はい、構造体の強度を高めるには屋根、壁、接合部、基礎などさまざまな部分の強度を上げる必要がありますが、ここでは代表的な部分について説明します。まず壁ですが、この筋交いという部材は柱と柱の間に斜めに入れて建築物の構造を補強しています。この筋交いを何箇所か外してみますので、もう一度同じように揺らしてみてください。はい、では揺らしてみますね。先ほどとは歪み方が全然違いますね。柱と梁でできた長方形は接合部の強度に余裕がないと、地震や暴風などの水平方向の力を受けたときに平行四辺形にひしゃげるように変形してしまいます。そこで対角線上に筋交いを加えて三角形の構造を作り、変形を防止するわけです。この柱と梁で組まれた長方形を三角形の形状にして強度を増すわけですね。他にもありますか？はい、この火打ち針も同じ役目をしています。縦方向、横方向の針の間をちょうど直角三角形になるように組まれています。木造住宅の耐震性を上げるとともに、
床部分の補強をするという役割を持っており、1階の床や2階の床、また小屋組に設けるもので、日本の木造建築には欠かせない部材の一つです。日本の木造住宅に欠かせないということは、昭和56年以前の木造住宅にもこうした筋交いや火打ち針というのは設けられていたのではないですか？はい、設けられてはいたんですけれども、当時の規定ではこの筋交いや耐震壁の量が少なかったことや、また当時の筋交いの接合部分は補助継ぎの部分に釘を打って止めていただけですので、地震の影響や長年にかけてその釘が抜けたり緩んだりしていることも耐震性が不足する原因の一つとなっております。ということは、壁や床が補強されていないのと同じということですよね。新耐震基準ではどのように接合されているのですか？はい、新耐震基準の中でも平成12年以降は決められた強度以上のボルトや金物で接合されており、耐震性が向上しています。他の部分で耐震性が不足している場所はありますか？こちらの屋根ですね。それでは模型の屋根を重くして同じ実験をしてみましょう。お願いします。では揺らしてみますね。屋根が重いだけでこんなに違いが出るんですね。屋根が重いと建物の頭が大きく揺さぶられることで倒壊しやすくなるので、耐震性を向上させるために平板スレートなどの軽い屋根に吹き替える方法などがあります。自分の住まいの耐震はどのように調べればいいのですか？はい、こちらに大阪府が発行している冊子がありますので、簡易耐震チェックをしてみてください。当てはまる項目が多かった場合というのはどうすればいいんでしょうか？不安がある場合は専門家に耐震診断を依頼してください。審査指導課の窓口では参考として専門の事業者情報を閲覧することができます。はい、でもそれには費用がかかりますよね。はい、ただ高槻市には昭和56年5月以前に建てられた旧耐震基準の木造住宅に対し耐震補助制度があります。耐震補助金は3種類あります。耐震診断費用の補助、耐震改修工事費用の補助、古い家を解体するための除却工事費用の補助です。また一定の耐震改修工事を行った住宅については固定資産税の減税措置などもあります。対象の住宅をお持ちの方はぜひ制度を活用して耐震改修の検討を行ってください。耐震診断の費用は5万5000円までなら全額補助、耐震改修工事では工事費の8割、最大85万円、除却工事でも40万円の補助が受けられるので、費用負担が大きく軽減されますね。それから、能登半島地震のニュースでは、住居のブロック塀が倒壊した映像も見ました。ブロック塀の撤去工事費の補助などもあるのでしょうか？はい、あります。道路や公園に面した高さ80センチ以上のブロック塀等を60センチ以下に撤去する工事を対象に補助制度があります。補助金額は撤去する面積1平方メートルあたり1万3000円で最大300万円を補助します。他市と比較しても補助内容が充実しているのでぜひ活用してもらいたいです。杉村さん、今回は住宅の耐震化の必要性と耐震化の補助制度についてよく理解ができました。本当にありがとうございました。ありがとうございました。住宅が地震に耐えられるかどうかは専門家による耐震診断を受けなければ分かりません。
特に耐震基準が大きく変わった昭和56年以前に建てられた木造住宅は市の補助制度を利用して、まずは耐震診断を受けることをお勧めします。